はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、そして、明日はメンテ日になりますので、まずは今日最終日のガチだったりイベントがあるので、やり忘れがないか一緒に見ていきましょう。さあ、まずは、今日じゃないですが、たぬき割引ガチャが最終日になりますね。まあ、明日ですが、はい、このガチャに関しては、まあ、恋文だとか、ラキスタ券、まあ、招待券等々、ガチャ券関係がかなり安くゲットできるガチャになっているので、まあ、私はもうたぬき割引ガチャに関しては、ガチャ券を安く集めるイベントだと思って、アイテムゲットしてますね。覚醒炭とか、鮮魚育成炭なんかは、8割引とかでもスルーしますね。まあ、何割引の時にどのアイテムがお得かみたいな話は、この動画の概要欄にタヌキ割引を詳細分析したリンク貼ってますので、そちら参考にしてみてください。さあ、次は MR アバターオキジンガチャ。こちらも本日最終日になりますが、まあちょっと MR アバターオキジンちゃんボス戦が強すぎましたね。まあ今流行りのボスの突破の仕方、ボス2ターンキルっていうやり方があるんですが、まあそのやり方で言うともう全副将の中でもナンバーワンのパフォーマンスを出せるキャラクターなんじゃないかなと思います。まあ詳細はもうオキジンちゃんの分析動画に始まり、戦役動画、対人戦動画、ボス戦動画、かなりたくさん今回気合い入れてアップしてますので、そちら見ていただくとして、まあ特に戦役なんかのオキジンちゃんの立ち回りに関しては動画だけでなく、そのコメント欄なんかも私はこんな感じでオキジン使ってますみたいなね、情報がかなり書き込んでいただけているので、はい、動画だけでなくコメント欄なんかも参考にしていただければ、自分のスタイルに合ったオキジンの使い方なんかも見つかるかもしれないので、ぜひ見てみてください。はい、ランゼロ沢の方はちょっとどうしよう、最終日ですが、いや今回もうかなり実はオキジン取っちゃおうか悩んだんですけど、まあよくよく考えたら下手したらこれ底引きしたら MR オキジン取れないんで、はい、ちょっと諦めました。はい、なんでまあただランゼロ沢の方はボス戦オキジンで将来的には行きたいなっていう気持ちが強くなったんで、まあもともと俵トータとか妖雪とか弓章デッキ組んでるんでね、弓章で回したい気持ちがめちゃくちゃ強いんで、今回絆のちょびダメだけやっておこうかなということで、最初の確定絆枠まで回していこうかなと。あと段階報酬なんかもあったりしますが、2個なんでね、やめときますか。いや、まあこのペースだと全然ダメですよね。まあ次回大きい陣がガチャに並ぶ時まで、なるべくこの椿翡ですね。はい、これまだ6個しかありませんが、またスペシャル効果なんかに並んできてくれるかもしれないので、まあ出てきたら大きい陣のためにちょびちょび貯めていこうかなと思いました。はい、ちなみに大きい陣、ランゼロサバの方でも登用されたフレンドの方がいたりして、はい、ランゼロサバのグルチャ入ってきましたが、いや、すごいですね。今日になってもまだ大きい陣の話題になってますね。いや、ちょっと大きい陣取った組がガンガン進んじゃってますね。戦役かなりさ開きますねこれ。いや、ランコさんついに190ボスいっちゃいましたか。いや、やばいな。ランコさん確かランコさん1100円縛りでやられてるんで、いや、ついに190までいっちゃいましたか。で、コモドさんも確かそうですね、オキジン持って180。私この前動画出したばっかりですが、今171まで来てて、まあ、こっから先がボス4体体制になるんで、今のオキジンだとちょっときつめなんですよね。レベル差あると無理ではないんですけど。あ、でマナミさんも確かオキジン登用してて、1480万のオキジン。はい、ランゼロサバのステージランキングで言うと今、あ、ランコさん5位。いや、1100円縛りでここまでいけちゃうんですね。はい、オーキジンのヤバさが分かりますね、よく。あと確かヨルネさんなんかもオーキジン使いなんですよね、17位。はい、ちなみに今私1200万ぐらいのタワラトータと、まあ、900万ぐらいの妖遊記使ってますが、まあ、例えばマナミさんのデッキ、オーキジン1500万とタワラトータ760万がいるデッキですが、はい、オーキジンがもうめちゃくちゃ強すぎて、まあ、タワラなんかはまだこちらのタワラで全然、はい、スキル1で、まあ、がっつり攻め込むことができるんですけど、オーキジンが、はい、こちらのタワラトータマックス厳選全部消費しきって落としてくるんですよね。いや、強い。はい、余裕気出てきますが、まあもう全然勝ち目ないですね。うん、2発いや、強いわ。はい、コモドさんの大きい陣なんかも1100万ぐらいの戦力ですが、もう戦い挑んでみると全く勝てる気しないですね、タワラトータだと。はい、混雑10ターンのやつで残影 100% のやつ作られちゃうんで、まあ、攻撃がまず当たんないですね。エビスの攻撃なんかは全然耐えられるんですが、俵硬いんで、まあ、そんな固めてる俵でも、はい、大きい陣のスキルですね、はい、毎回厳選消費持ってかれて落とされちゃうと、まあ、妖雪なんかも落とされて、いや、この攻撃回数えぐいですよね。で、あと固めのキャラ1体残ってれば全体では勝利みたいな形作られちゃって、もう火力の方が手つけられないですねこれ。ただ聖護バフ剥がしキャラクターがこっちに入れば倒せると思うんで、オキジンはそこが弱点になってますが、聖護バフ剥がしないと 100% の回避率になっちゃうんで、いや恐ろしい。はい、ということで、まあ最終日ですが、まあ私も欲しかったですが、何せよ MR アバなんで高いんでね、今回はスルーして絆のちょびダメだけにしておきました。マジで取れた人が羨ましい。さあ、そして UR アバター戦転移も最終日になりますが、まあ転移ちゃんに関してはまだ MR アバか待ちということでスルーで OK です。昔からこの天ちゃんが読んでる漫画めちゃくちゃ気になりますが、漫画といえば今放置少女の公式 Twitter アカウントの方で4コマ漫画を期間限定で掲載中なんで、はい、しかも今回チョコメちゃん出てるんでね、この4コマの方も時間があったら見てみてください。さあ、あと本日鍛造工房も最終日になりますが、はい、今回は3回分無料枠分引いた後、1回300元宝を使ってガチャ回すことで段階報酬の鍛造石2個をゲットすることができるので、まあ鍛造石集めるフェーズに入ってる方は忘れずにゲットしておきましょう。はい、で神髄工房の方も同じく最終日ですが、こちらは3回無料枠分引いた後2回分600元宝を使って元宝を支払わない
回と神髄成果2個をゲットすることができず、この回し方めちゃくちゃ原稿効率悪いので今回はするがいいと思います。ハヤト羅針盤ガチャの方はもうすでにガチャ終わってますが、この交換期限の方ですねが本日最終日になりますんで、はい、まあ今回特に SSR ガチャ中身かなり充実していたので狙ってた人は忘れずにゲットしておくようにしましょう。さあとチンポケンも本日最終日になりますが、まあ今ちょうどこのお土産販売者で、まあ結構このデーモンパックの中身だとかっていうのがチンポケンと被ってるものがあったりして、でしかもこっちの方が若干課金効率がいいっていうような感じになってるんで、まあ今回はチンポケンの方はそこまで積極的じゃなくてもいいかもしれませんね。この前紹介したアップギャラリーなんかで課金されてる方は還元クーポンなんかを使ってお得セレクトパックなんかをクーポンでゲットしちゃうのはありかもしれませんね。詳しくは動画の概要欄にこのゲームで安く課金する方法のリンク貼っておきますので、そちら参考にしてみてください。さあ、とりあえず更新情報を見ていきますか。まずは課金情報ということで、花の水引きますね。はい、まあおそらく噂されていた MR アバター、まあテーフちゃんかドコーソンあたり来るんじゃないでしょうか。はい、まあただ花の水引きに関しては小束も大束も課金効率あまり良くないので、まあもし明日来る副将ちゃん、欲しい副将ちゃんの場合には、まあ、おそらく明日金曜日になるので一丁一石のおみくじガチャなんかで最低倍率の 40% が出た場合でも花の水引き大束より課金効率良くなってますので、まあ、2倍チャージだったりおみくじチャージを利用した方がいいですね。あ、まああと今椿翡翠パックもあるんで、はい、もし明日来るのが MR アバターだったら、そのキャラクターの SSR から UR 戦アバターまでは椿翡翠でガチャ回すことができて、あ、今はこれがめちゃくちゃお得ですね。さあ、そして一丁遺跡、はい、一丁遺跡も来ますね。はい、一丁遺跡はこんな感じのおみくじイベントになっており、おみくじの出札によって 40% から 80% の獲得パーセンテージっていうのをゲットすることができ、これを利用して原稿購入、はい、っていうのをこちらでやっていくことで、まあ、例えば 80% 一丁遺跡で出した後5000原稿課金すれば、5000原稿の 80% である4000原稿がボーナスでさらにゲットできるというような課金イベントになってます。ちなみに初回2倍なんかがまだ使ってない場合には初回2倍の方が優先的に使われるようになってますので、まあ一丁遺跡に関しては初回2倍を使い終わった後それ以上に課金したい人向けの課金イベントになりますね。まあ最近安定的に大吉祭りっていう 75% が 80% しか出ない一丁遺跡のイベントがあるので、まあ初回2倍使い終わって一丁遺跡利用したい人は大吉祭りの一丁遺跡の回を利用した方がいいかなと思います。さあ、そして週刊基金、はい、週刊基金来ますね。はい、週刊基金に関してはおそらく明日から1000円で販売されることになり、中身見ると変わってないですね。あ、なんで値段だけ20円高くなってしまいました。まあ月ギフとかみたいにはボーナス乗せてくれませんでしたね。はい、週刊基金980円の時から20円アップして1000円になって、まあ、もらえる原稿だったりアイテムの数なんかは変わらないので課金効率としては 2.65 だったのが 2.6 に落ちてしまって、まあ最近降格した幸運ギフトの新しい課金体制での課金効率、はい、2.92 から 2.63 まで落ちたんですが、それよりさらに1段下となってしまいました。なんで今安定供給されている課金イベントで原稿目当てで課金する場合に課金効率がいいやつでいうと、月ギフがナンバーワン、第2位がハッピーギフトで、3位が軍令で、4位が幸運ギフトで、最後5位が週刊基金というような順番になりましたね。まあ週刊基金はもともと5位だったんで、まあ5位キープというような感じでしょうか。まあとは言っても原稿目当ての課金イベントの中では上位にいるようなものになってますので、課金効率は決して悪くないので、まあ余裕がある方はっていうような感じでしょうかね。さあ、そしていたずらの夜、おっとハロウィンイベントか、いや調教イベントですね。今回の調教でも二次思想をゲットできるってことで、はい、まあいつものこの少女の調教、通常のおじさんたちじゃなくて副将ちゃんたちが敵として出てくると、まあ結構強かったりするんでね、攻略情報なんか出せたら出したいと思いますが、はい、虹の思想をゲットできるんでね、これは絶対に参加しておきましょう。あー、でやっぱりテーフですね。はい、テーフの MR アバー来ますね。これいたずらの夜、そのテーフ持ってると少女の調教の際攻撃力が 100% アップすると。はい、そしてちょっと見てきますか。あ、でもなんか違う、おっと装備回収継承のアップデート、これはなんだ。はい、まず装備回収の方が強化レベル神技属性宝石のうち回収したい項目を選択することができるようになる。あー、でここ装備 A が強化や宝石装填済みで装備 B に神技属性がある場合、これまでは装備 A を装備 B に継承することができなかったのが、このアップデートでそれでも継承できるようになると。いや、これありがたいですね。いちいち外したりとか、はい、手間がちょっと減りますね。さあ、あと装備に関するアップデート、あ、まあ装備のかけらの説明に獲得場所なんかのリンクを載せるってやつですね。まあこれはアクセスしやすくなるんでいいですね。で、一括進化、あ、装備進化今レベル5ずつやってるのを一気に最高レベルまで持っていけると。で、あとは進化素材選択、進化時対応する進化素材が出現する箱を消費する素材として直接指定できる機能を追加いたします。これどういう意味だろう。この進化するときに、まあ、例えば弓がなくて、で本来この倉庫にこの弓の素材の箱なんかを探しに行くのを探しに行かなくてよくなるとか、そういう感じですかね。まあ使いやすくなれば良さそうですね、これも。さあ、そして再販キャラクター、あ、シュータイ、はい、もう運営さんシュータイ大好きですね。はい、またシュータイが再販になりますが、まあこちら虹のキャラクターになって、まだ MR アバカ待ちなんでスルーで OK ですね。まあでも5回復活最大でできるんで、意外と今 MR 環境でも敵の連撃受け止める役としては頑張ってくれますが、まああえて今原稿大量に使って取るようなキャラクターではありませんね。さあ、そしていたずらの夜、さあ来た、テフちゃん、コンコンと夜に来客のノックオン、キャンディーの準備は抜かりない、さあテフのためにドアを開けてあげましょう。うん、喜んで開けます。
いやすごい格好できたな。これもう身ぐるみ剥がされてますよね、完全に。お菓子もらう代わりに覗き込むな、ドアのスリットから。あ、で連携スキル持ちって書いてありますね。あ、じゃあこの連携スキルが生後岩鎧になるんですかね、おそらく。はい、もうテフちゃん結婚家の時も結婚衣装ほとんど下着でしたが、もう MR アバまで来るともう紐とハートだけになりましたね運営さんのテフちゃんに対する扱いがだいぶひどいですけど、とりあえず楽しいハロウィンになりそうです。で絶対こいつ明日いたずらすんな。これ中身おっさんですね。でテフちゃんに関しては今の時点でかなり強い副将で、まあ、二次キャラクターなんですが、私の対人戦映像なんか見てもらってる方は分かると思いますが、結構新 MR アバターとか MR 純 MR キャラクターなんかをテフが倒しちゃうみたいなシーンが私のチャンネルではたびたび映像として流れるぐらい、まあもうすでに MR 化してたんじゃないかってぐらい強いキャラクターなんですが、まあそれを可能にしてるのがもう天然木というパッシブの3で得られる、まあ死亡時に1回のみ防御無視の自分の HP 上限 60% のダメージをぶつける機能、まあ影光とか祝福とか、まあ援護だとか、そういったダメージカットできるバフなんかもすり抜けてもろにダメージぶつけることができるので、この返り討ちにあって落ちる MR キャラクターが多発しているのが現状なんですが、まあ結婚化すればさらに復活が1回多くできるようになって、しかも復活時に援護状態になることができるようになるん でしかもこの援護の反射が 140% とめちゃくちゃ高いんですよね、反射率が。はい、スキル1でも援護に隠れますが 140% と超高反射で、なおかつテーフの場合は6名に 100% の確率で4ターンというめちゃくちゃ長い流血をつけることができてしまうと、はい、この流血6名に4ターンっていう幅の広さとターンの長さに関しても二次時代結局ナンバーワンで最後までいきましたね。まあここら辺も全部整合化するんでしょうね。もうそれだけでも結構厄介ですよね。いやで天然ボケも強化されちゃうのか。もうでもさすがに運営さんもテーフの強さは気づいてると思うんで、なんか逆にあんまり今回大きな改良してこないような気もしますね。まあ運営さんの中の天然ボケ担当のスキル設定の方が作らない限りは。はい、として今回のテケテケスキル予想としては、スキル1が敵6名に対して4ターンの罪悪流血をばらまきながら、まあ自分は同じく4ターンの生後援護に隠れて、なおかつパッシブで状態状態性無視 65% がつくと予想したいと思います。まあ罪悪流血ばらまくにしても、生後援護のカウンターの罪悪流血にしても、相手の状態状態性無視がないと玄関機をちょっと使いづらいんで、そこは入れてほしいかなっていうのと、あと天然ボケに関してはまあ 65% とか 70% ぐらいの自分の HP 上限の防御無視攻撃ぐらいでとどまるんじゃないかなと。でおそらく復活時に毎回生後岩鎧状態になって場に戻ってきて HP 最大回復率と防御力がアップすると。でさっきから生後岩鎧って言ってますが、はい、これ実はスキルヘルプで次実装されることがネタバレされており、今までの岩鎧ガンガイと同じく、まあ、防御力だったり HP 最大回復率、毎ターン自動 HP 回復ですねが増加するだけでなく、今回から自分の残り HP があるパーセンテージより低くなった場合、敵の攻撃のダメージが自分の HP 上限のこれまたあるパーセントを超えなくなると。なんで例えば残り HP が 50% より低い場合には、自分の HP 上限の 10% までしかダメージ受けないとか、まあ、そうすれば 50% から 0% になるまで5回分攻撃受け止めれるようになるんで、もうだいぶ硬い子ができますよね。でおそらくですが、復活時って HP が低いんで、そこに合わせて岩鎧つければ復活からの岩鎧化で、まあ、敵の火力を大幅に削ぐことができるんじゃないかってことで、まあ、多分復活につきますね今回岩鎧で。あと連携スキルでも連携した相手に生後岩鎧つけると。はい、ことで、いやちょっと今回当たるんじゃないですかこれ。テケテケスキル予想3体目の予想的中なるか、明日またガチャに並んだら投票して検証した上で分析動画アップしていきますので、テケテケ明日ほぼ裸の天然娘の分析頑張れってことで、グッドボタン押してもらえると元気が出ます。あとテケテケのよりマニアックな情報を知りたい方は、この動画の概要欄に YouTube メンバーシップの動画のリンクありますので、そちらの方も覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。